ジャスティン・レナードはアメリカ合衆国テキサス州ダラス出身のプロゴルファー1997年の全英オープンゴルフ優勝者であるテキサス大学卒業これまでにアメリカ PGA ツアーで12勝を挙げている身長1 7 5トル体重7 7ラムレナードはアマチュア選手時代1992年の 全米アマチュア選手権など多数のタイトルを獲得した。テキサス大学卒業後、1994年からプロゴルファーになり、プロ入り3戦目のアンハイザーブッシュゴルフクラシック3位入賞により、1995年から PGA ツアーのシード権を取得した。1996年8月のビュイックオープンでツアー初優勝。 1997年の全英オープンゴルフは1878年に創設された名門ロイヤルトルーンゴルフクラブのオールドコースで開かれた。レナードは4日間通算12アンダーパーで回り、最終ラウンドで6打スコアを伸ばして、イエスパーパーネビク、ダレンクラーク、フレッドカップルスの3人を逆転した。これは彼にとって PGA ツアーの3勝目であった。 全英オープン優勝の年、彼は、米国と欧州の代表選手による団体戦、ライダーカップのアメリカ代表選手に選ばれた。全英オープン初優勝から2年後の1999年、レナードは、カーヌスティゴルフリンクスの全英オープンで3人の選手によるプレーオフに敗れ、2度目の全英優勝を逃した。 全英オープンの歴史に残る悪天候の大会で3人が通算6オーバーパーで並び、ジャン・バンデベルでポール・ローリーとレナードの3人でプレーオフを争い、ローリーが初優勝を決めた。5年後の2004年、レナードは全米プロゴルフ選手権のプレーオフでビジェイシンに敗れた。これで彼は2度ゴルフメジャー大会の、その他は1997年のマスターズ7位がある。 その後もレナードはツアーで優勝を積み重ね安定したゴルフ成績を維持している。彼はライダーカップのアメリカ代表選手としても1997年1999年2008年の3度出場歴があり2008年に4大会ぶり3度目の米国代表選手を務めた。夫人がマラソン愛好家であることからレナード自身も2001年の ホワイトロックマラソンに挑戦したことがある。ありがとうございます。